小田原城を救援する作戦は順調に進んだ。しかし包囲する妖魔軍は未だ多く、現状での救援は不可能である。馬長らはさらに妖魔軍の注意を引きつけるべく小田原城に接近、長篠の地まで軍を進めた。そこで彼らが目にしたのは、妖術によりクムスト化した者たちと追い詰められた人間の一団だった。そしてその背後には猿に似た妖魔の姿が見て取れた。ご忠臣、この先でお猿同士が争っております。大きいお猿には伊達の鉄砲隊に武田の騎馬隊、顔色の悪いおじさんと美人に美少年までついている様子。小さいお猿は危機的状況です。わかるようなわからないような報告だよ。でも武田の騎馬隊か。君は雪村殿と戦うことになるね。お仕事っすから。馬毛騎の戦、見るがいい。武田騎馬隊に加え伊達の鉄砲隊か。医療の戦いよりも手強い相手だ。敵が手強いなら味方を増やせばいい。若、まずは豊臣軍と合流しようよ。はい、行かれ。攻め立て、一気に突き崩すのじゃ。操られた連中、なんちゅう強さじゃ。とても人間とは思えんわ。行かれ、待て。清盛様の敵は倒す、全て倒す。骨ごと噛み砕いてくれよ。こりゃまずい流れじゃな。なんとか立て直したいが。やるな、大したもんだぜ。清盛様のために死ぬこと。おっと、やべ、戻れ戻れ。おお、感服つかまつったり。はい、これ口当てろ。おっと、そこは通行止めだぜ。こっから来たお前ら、歓迎してやるよ。どうしてそんなにかっこいいんだか。はい。
ませんか。おっ、助けてくれるんか。これで敵も慌てましょう。参ります。執着至極に存ずる。しんどい。やっ、孫兵様の操作助力をもらっている。私は…はい、行かれ。何を…はい、行かれ。やっ、やっ。地場将殿の指示により主君から参った。いざ共に戦わん。すでに呪神の奪還はなったか。我らも力戦せねばな。よくやった忍びの出番でしょう。私にも武装の力が操られていた間は体調がとても良く、とはいえ体験は二度とごめんこむりたい。と活力にあふれた武勇。その首もらった。はい、行かれ。はい、行かれません。はい、行かれません。はい、行かれません。意志を奪われ、操られる。あの感覚はひどくおぞましいものでした。お救いいただき誠にありがとうございます。この調子で突き進め。行くぜ。人を切るのも切られるのもなし。そんな覚悟はいらないよ。ここは俺にお任せってね。雪村様、君だって術が解けたんだ。雪村殿もきっと助けられる。なんとかなる。いや、してみせるよ。引くな。私は一体何を。
雪村様。よかった。雪村様が戻らなかったら、私…すまぬ。そなたには本当に心配をかけたようだな。オロチの気配が世界を包んでおる。近く奴は、より大きくなって帰ってこよう。わしは、清盛と共にオロチを待つ。あれごと、オロチの復活などありえん。完全に危険人物ですね。ここで消えてもらった方がいいんじゃない？けど、今に見ておれ。妖術に操られていたとは、己の未熟を恥じるばかりです。私も心の健康まで損なってしまうとは、踏んだり蹴ったり。今こうして術より解放いただきました。これよりは皆様と共に参ります。文句なしの戦果だ。